乾杯。はい、乾杯。乾杯。はい、美味しいね、コロッケもビールも。本日学ぶのはキノコクリームコロッケ。訪れたのは東京千束池の洋食屋久米キッチン。旬の香り高いキノコを3種類もたっぷり使って練り上げた濃厚なクリームソース。黄金色になるまでじっくりと揚げれば、外はサクサク、中は熱々でとろけるクリームがたまらない絶品のコロッケに。やっぱりキノコって食感もいいし、ちょっと出汁も出るし、その旨味がこうふわっとこう静かにこう出てる感じが、本当に揚げ具合と中の具とのバランスがものすごくいいですね。ああ、お好きなキノコを使って家庭でも楽しめるザ洋食の技を学びます。さらに飲食店の少ない千束池で夫婦2人だけで営むメニュー豊富な町の洋食店。嫁さんいなかったら僕はもう絶対無理ですね。そう、本当そう思いましたね。妻の後押しがなければ今はなかった久米キッチンの誕生秘話に迫ります。修行は発見の連続、思わぬひと手間に感動の日々は続きます。目指すは日本一普通で美味しい食堂を作ること。それでは今日も厨房に入らせていただきます。洋食屋久米キッチンがあるのは大田区千束池駅。東急池上線が走る千束池は品川や渋谷からも20分程度と近い閑静で緑豊かな住宅街。僕学生の頃にね、新聞配送のトラックの運転手っていうバイトちょっとやったことがあって、新聞積んでトラックでブワーッて走り回ってますよ。これだからトラックで走り回っただけだから別にどこにも寄ってない。あんまり思い出はない。だってちょっとでも遅れると新聞販売店の人に怒られるのものすごく。上野さんがトラックで駆け回った千束池は4万平方メートルの大きな池。桜や紅葉の名所として知られています。ところで上野さんは足を洗うと書く千束池の由来はご存知でしょうか？由来はあれですよ、昔ここに住んでいた偉い人に千束料理人がいたんですよ。そこで千束という名前になったんですよ。それ漢字がそもそも違いますよね。いや、当時はひらがなで千束って書いてある。正解何？実は日蓮がこの付近にですね、はい、来てまして、足をあの池で洗ったんですよ。あ、それで洗う足千束。そうです。ここにそびえ立つ松。あ、松。東寺に向かう途中ですね、袈裟をかけたらしいです。随分背が高かったんですよ。届かないよ。あ、松が成長したのか。そうか。そうです。まあ、普通考えたらそうなりますよ。まあ、そうですよね。鎌倉時代、日蓮聖人が湯治に向かう際に立ち寄り、松に袈裟をかけ池で足を洗ったことから千束池。袈裟をかけたのがこちらの松と伝えられています。と付近を散策しつつたどり着いたのがここですね。洋食屋久米キッチン。こんにちは。よろしくお願いします。上野と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。千束池駅から徒歩1分、千束池の目と鼻の先に店を構える洋食屋久米キッチン。落ち着いた店内には温かみのある照明と木のぬくもりが広がり、ゆったりとした時間が流れる、そんなお店。開店の4時間前、一人黙々と仕込みを行っているのがマスターの久米屋健太郎さん。几帳面で綺麗好き。コンパクトな厨房は常に清潔に保たれています。上がってるから持ってって、それやったら暑くてしょうがないし、そこ
まだまだ耐えます。大丈夫ですか？うん、夏場は閉店後も暑さがなかなか取れないのだとか。そんな中、毎日一人で料理を作り続けています。サービスを一手に担うのが妻のかなこさん。かな、もうちょっとで先のハンバーグ行くから。お待たせしました。健太郎さんが作る料理の味を信じ、時にアドバイスも行うんだとか。それぞれの役割をそれぞれがこなす、夫婦二人三脚で支え合ってきました。めっちゃあったかな、あとじゃあ10年近く前かもしれないですね。1年前多いですって言われたんで、少し少なめに、ハンバーグ美味しいんですけど、備え付けのあのポテトとかもすごい美味しくて、皮がパリパリしてて、中はお肉がジューシーで美味しかったです。人気は何ですか？一番人気はハンバーグとポークジンジャーは、はい、昼夜問わず人気。まあまあベースですよね。でやっぱ食べる人はデラックスで、今日はどれをトッピングしようかなっていう感じで。ちなみにハンバーグにトッピングで一番人気は何ですか？カニコロですね。カニコロですよね。あと目玉焼き乗せちゃう人も結構多いです。あ、ここにさらに目玉焼きを乗せるっていうのもある。そうですね。あ、そうか、目玉焼きトッピングは目玉焼き多いです、はい、そう、トッピングはだからしたらいろいろ何通りもできるようにもう、ね、と思ってやってます。洋食好きはね、みんなそうです。そうなんですよ。僕も食べに行くと絶対に何かトッピングしたいと思うんですけど、ないとあーっと思って。そうですよ。僕もこの間主治医のとこ行ったら トッピング症候群だっていう診断を受けまして。トッピング症候群。トッピング症候群の上野さん、何を注文したんでしょうか？うわ、すごい、ドーンときましたね。そうですね、本当にこれいつもこんな感じで。本当ですか？はい。トッピングのチキンカツがもうほぼハンバーグをこう食いかかってますけど。あ、この、ね、こうナイフ入れたこの感じがね、すごくいいです。あの適度な弾力というか。あ、そうですか。いただきます。はい。美味しい。ありがとうございます。ハンバーグにデミグラスソースをかけたっていう、こう別々な感じになってくるんですけど、うん、本当に一体化してますね。あ、それはもうありがとうございます。うん、そしてチキンカツ、はい、はい、え、これチーズが、そう、下にトマトソースを敷いて、その上にチーズを、こっちはデミグラスで、こっちはトマトソースという、はい、これも本当になんか上手にうまく馴染んでますね。そしてこちらが本日のお目当て、洋食屋久米キッチンのキノコクリームコロッケ。うわ、美しいですね、この佇まいが。衣の色合いとかね、こうちょっと立ち具合とかですね、美しい。熱いかもしれない。ザクッといきますよ。はい。あ、いい音。軽やかな感じだけど、こうしっかり揚げ切った感じがこの音に表れてますね。あ、これあ、おいしい。やっぱりキノコって食感もいいし、あのちょっと出汁も出るし、はいはいはい、その旨味がこう、うん、ふわっとこう静かにこう出てる感じが、うんうん、ありがとうございます。いやだ、これもあの本当に揚げ具合と中のバランスがものすごくいいですね。あ、いや、これは本当美味しいですし、余計なトッピングもちょっと、はい、こういうの嬉しいですよね。これも美味しいですね。静かにこうスパイシーな感じとか、うん、まあ、全体そうですけど、なんかこう静かに美味しさが広がるのは静かに楽に体の中に染み合ったりとか。サクサクの衣に包まれたクリームとキノコの絶妙なハーモニー、洋食屋久米キッチンのキノコクリームコロッケ。作る上でのポイントは、材料の形を揃えると、種のつなぎには生パン粉を使うの2つです。では、キノコクリームコロッケ、コロッケは食えるな。いや、5、6個か。お邪魔します。狭くて、とんでもないです。
あ、本当に狭いですね。いや、狭いというか、まあ、コンパクトな。いや、狭いですね、本当に。まず材料教えてください。キノコですね。はい、今日は、はい、舞茸、しめじとエリンギ、はい、あと玉ねぎとベーコンですね。あれ、キノコは何種類か混ぜた方がいいんですか？そうですね、いいというか、まあ、楽しい感じがするんで、はい、まあ、じゃあその時手に入る、はい、そうですね。そしてこちらブイヨンですね、はい、自家製のブイヨンですね、はい、ということでベシャメルソース、はい、でバターですね、はい、ブイヨンは、うちは鶏ガラだけで、鶏ガラでと、はい、セロリ、長ネギ、しいたけ、玉ねぎ、人参ですね、はい、を入れてますね。これ家庭で作る場合はじゃあ市販のなんかブイヨンの引くのは難しいですよ。まあね、なかなか家でブイヨン引くとはちょっとあれなんですけど、うん、そうですね、はい、そして、ベシャメルはどういう風に。ベシャメルソースはグラタンやシチューで使われるフランス料理のソース。バターと小麦粉を焦がさないように炒め、牛乳を加えながら滑らかになるまで煮詰める。手間はかかりますが、市販されているホワイトソースでも美味しいクリームコロッケを作ることができます。ちょっとキノコはどんな感じで切るのかお手本を見せていただいて。わかりました。じゃあでその後にやらせてください。はい、エリンギをまず、エリンギをだいぶ、はい、だいぶこうやって 4-5mm ぐらいの感じですかね。そうですね、はい、で切っていただいて、はい、もう小さくザクザクとザクザクっていう感じですね、はいはい、これはキノコの種類、まあ、いろんなキノコありますけど大体同じぐらいのこのぐらいの。そうですね、 5-6mm 角ぐらいですかね。そうです、切っていただいて材料の形を揃えることで火の通りや食感のムラがなくなります。さあこれで、材料は切り終わりました。はい、あとはこれを炒める感じですか。そうですね、はい、炒めます。はい、はい、一目惚れですか。あ、そうですね、雰囲気はいい子だなと思って話しやすかったんですよね、やっぱ自然で。まずは材料を炒めるところから。鍋にバターを敷き、ベーコンを炒めてから次に玉ねぎを。透き通るぐらいまで玉ねぎを炒めたら、白胡椒を軽く振り、きのこを加えてさらに炒めます。あ、だんだんバターで炒まったいい香りが出てきました、はい、出てきました、はい、ある程度きのこにも火が入ったら料理酒とブイヨンを加えて煮込み、牛乳と生クリームを加えて一度沸騰させます。この段階で一度味見を。美味しいですね。美味しい。じゃあこれでいい。いや、分かんない、いつもは分かんないからこれでも十分美味しい。美味しい。でも結構味あります、ね、しっかりしてますよ、はい、じゃあこれでベシャメルを。ベシャメルソースを加えたら溶けるまでじっくりと火を入れて、ここから久米キッチンならではのポイントが。でうちは最後にパン粉を入れてるんですよ。あ、最初ここにパン粉を入れるんですね。そう、最後にねちょっと入れるんですよ。それはなんでパン粉を入れるんですか。パン粉を入れることで時間をかけずにクリームがまとまる上に、滑らかすぎないふわっとした食感を生み出すことができるんです。これは嬉しい時短技ですね。あ、こういうこと。あ、そういうこと。あ、本当だ、あっという間に、はい、あ、三温糖入れるんですね。最後に三温糖とブランデーで甘みとまろやかさを加えたらキノコクリームの完成。美味しい。それでは成形しやすくクリームを冷ましている間に、その店に歴史あり、洋食屋久米キッチン物語。東京練馬区で精肉店を営む両親の一人っ子として生まれたマスターの健太郎さん。父親が作る惣菜が大好きで料理人への夢を抱いていたそう。高校卒業後、調理師学校へ入学。就職先となったのが和食の名門東京吉兆でした。吉兆の社長、今亡くなられた方なんですけど、うん、気に入っていただいて。そうなんです。そうなんです。吉兆のね、ゆうきさんに気に入っていただいてから、もうそのまま和食の道をまっしぐらという
日本人だから単純なあれなんですけど和食がやっぱりいいだろうと思ってやり始めたんですけど、やっぱりレベルが高かったというか、8年ぐらい勤めたんですけど、やっぱり結構ついていくのが大変で、才能がないのではと夢を諦めかけていた時に出会ったのが、買い出しの旅に訪れていた築地の洋食店トヨちゃんでした。何気なく入ったんですけど、すごく美味しくて、え、こんなに美味しいんだと思って、ちょっとやってみたいなと思ったんですよね。そうなんですね。そうなんですよ。なんと吉兆を退職し洋食の道へ方向転換。都内の洋食店でゼロから学び直し、30代半ばに神戸三宮のフランス料理店で働き始めました。そんな神戸時代に知人の紹介で出会ったのが妻のかな子さん。神奈川県川崎市出身、アフリカでの海外協力隊員を経て神戸で働いていました。一目惚れですか？ああ、そうですね。雰囲気はいい子だなと思って話しやすかったんですよね。やっぱ自然で。どういう印象でした？よく喋るなとは思いました。あ、そうなんですね。なんとか。でも奥さんはそれで神戸で何されてたんですか？私中学校の先生だったんです。そこで先生を飲み屋で口説いちゃったわけですね。そうそう、言い方なんですけど。すみません、はい、付き合い始めた2人でしたが、店が閉店することになり、健太郎さんは東京のフランス料理店へ、かな子さんも1年遅れで東京へ行き、2011年に結婚しましたが、日々の不満をかな子さんにぶつける健太郎さん。俺が店長だったらうまくやるのにな。そんなに言うなら店を辞めて自分の店を持ちなさいよ。やればって言ったの。そう、やらない理由は別になかったので、やったらいいじゃんっていう感じで。大体お二人なんか店のことがいろんなことを決めるときは大体そんな感じですか？いいえ、店の時は最後の一歩が絶対自分ではなんか責任取りたくないとか、自分自身のことでも俺のせいってなりたくないっていうのが多分あるので、悪かった時に俺じゃないっていう逃げ道のための私みたいな感じで。なるほど、その通りですね。本当に恥ずかしいです。いい相方で良かったですね。そうです。いや、本当にもう嫁さんいなかった僕はもう絶対無理ですね。そう、本当そう思いました。今も日々そうですけど。2012年、ちょうどいい居抜きの物件を紹介され、千束池で洋食屋久米キッチンを開店。夫婦二人三脚でお店を続けてきました。すごく有名にしたいとかはないんですね、あんまり。二人でやっていければただそれでいいですね、僕は。穏やかに過ごせればあまりこうね、荒波がない。コロナの時とかしんどかったんで、穏やかに、うん、穏やかに。まあ、世界平和を願うということです。さあ、それではこれをいよいよ成形してあげる、はい、そうですね、はい、はい。種1個の重さはおよそ 70g。 軽く形を作ってから小麦粉をつけ、バッター液にくぐらせ、生パン粉をつけて丸い形に成形。これを揚げればいいですね。そうです、揚げればいいですね、はい、高温のラードに入れ、剥がれてきたパン粉をすくっていきます。残ってるとやっぱりそれが焦げて苦味になっちゃったりとか。そうですね、ですか、なりますね。あの、上がりの目安としては今まだ柔らかいんで、はい、もうちょっとしたら色がついてきて、はい、上に上がってくるんですよ、はい、それこのトングで持っていただくと、はい、ジジジってこう手に振動が伝わるんですね。明らかに手に伝わってくるんで、はいはい、一回上に開けてもらって。あ、上に上げちゃっていいんですか？はい。あ、気持ち、気持ち、結構来てます。来てる、来てる、はい、あ、来ました。そう、来るんですよ。低周波治療器。そう。もう大丈夫ですか、上げちゃって。ね、上げて大丈夫ですね。で、そこに上げて、はい、で、はい、まあ、これでしばらく、あの、30秒ぐらい油切って。余熱で。そうですね。で、もう OK です、それで。できました。きのこクリームコロッケ、完成です。ありがとうございます。美味しそう。乾杯。はい、乾杯。あ、美味しい。これで吉
キノコクリームコロッケ美味しければ完璧だ。成形揚げ加減、うん、大丈夫ですか。美味しいです。美味しいですか。はい。パン粉入れてちょっと軽くまとめるのは、あれはちょっと家でもねいい工夫ですよ。ぜひねちょっと真似して皆さんも家で作ってみてください。今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。美味しいねコロッケもビールも。ありがとうございます。上野の食日記、今日これ食べてます。本日上野さんと訪れたのは埼玉県草加市。僕ちょっと面白そうなお店見つけたんで上野さんと行きたいなと思って。面白そうなんですね。面白そうなんですね。っていうことは草加せんべい以外のものだね。あれ、ここですね。ここ、はい、ここで草加せんべいが焼けるって聞いたんで。焼けるの自分で。自分で焼けるんで。いいね。なんか面白そうで。せんべい好きとしてはたまんないね。やってきたのは草加駅から徒歩12分。1901年開店のしめや。草加せんべい定番の醤油味や女性に大人気の梅ざらめなど。いろんな種類の草加せんべいがずらり。手焼き体験ができるって聞いた。できますか。大丈夫ですか。はい。飛ばすつもりで押してはひっくり返し、今度繰り返してください。お、なんか楽しみが来たぞ。まずですね、はい、1枚取ってください。はいはい、1枚取りました。はい、これが、これ要するに焼く前のおせんべいの、あのお団子をぺちゃんこにして乾燥させたものですね。そうしましたら、はい、この丸いところが集まっているところの、はい、そこの真ん中に、はいはい、乗せてください。大体3つぐらい数えながらひっくり返し繰り返して両面温めていきます。1、2、3、あ、それ温めるんですね。はい、はい、ほら、ちょっと柔らかくなってきた。そうですね、はい、ひっくり返してください。少し膨らんできたので押していきましょう。運転の手で押しガーラって言います。そちらを、はい、持っていただいて、はい、もうこうギュッと押しちゃっていいですか。はい、はい、何回か押していくとおせんべいも今度膨らみ終わって固まってきますので、押した感じがミシンってちょっとひび割れそうになったら押すのをやめます。あ、軽く今、そうですね、そんな感じで、はい、もうそれ以上は膨らまないので、ほらもうせんべいっぽくなってきたよ。美味しそう。じゃあいいですか、これで。はい、あ、なるほど。あ、いい感じです。もうこれでいいですか。出来上がり。あ、出来上がりですか。竹の部分は乾かしたりしないので、このまま食べられるんですか。まま、はい、食べていいんですか。いい、やった、焼きたて、いただきます。あ、どうぞ。はい、おお、うまい。味はもちろんおいしいんですけど、自分で焼いたというのが感動的に美味しいですね。はい、これ欲しい。確かにいいですね、これ、うん、買おう。いくらするんだろう。今回学ばせていただいたのは千束池の洋食屋久米キッチン。上野食堂に掲げるメニューがまた一つ加わりました。軽やか、まろやか、幸福の味、きのこクリームコロッケ。今日のレシピはこちらです。詳しい作り方は上野食堂の番組ホームページで公開中。紹介したレシピで作った料理の写真を投稿してください。番組で紹介させていただきます。